ラバレッテのワインマルタアインは南ヨーロッパの島国マルタで生産されるワイン。マルタのワイン生産の起源は2000年以上前のフェニキア人の時代に遡る。20世紀初頭になり、マルソビンとエマニュエル・デリカータというマルタを代表する2つのバイナリーが設立された。1970年代からワイン生産はより深刻な状況となり、 世界的なブドウの品種が栽培され始めた。2004年にマルタが欧州連合に加盟した後、保護関税が撤廃され、生産者たちは特に高級ドッグワインに焦点を当てたより高品質なワインの生産に焦点を見出した。近年、マルタワインの需要が高まるにつれ、一部のワイナリーでは輸入ブドウを使いたいという要望がなされるようになった。というのも、 マルタ島では住居や観光地も新重しているため農地面積はどうしても限られてしまうのである。ワイナリーが連なる公式の観光ルートのようなものはないが首都のバレッタではワイン祭りが開かれている。2005年には630トンのワインが島内で生産された。今日、マルタで栽培されているブドウ品種はゲレザとイルゼンティナの2つの固有種と いくつかの国際品種がある。マルソビンのカサールデ・マルタは、マルタの伝統的なスパークリングワインで、シャンパンと同じ目等でトラディーツェヨネラの製法で作られている。島内には5つの主要なワイン製造メーカーがあり、それらのすべてが何らかの形で、セラーツアーやワインテスティングの催しを行っている。1907年には、デリカータが1919 19年には、 マルソビンが設立され、どちらもパウラの近くに立地している。メリディアーナは1987年に設立された。残りの二つはマルタのブドウ栽培が高品質生産で成長した2000年代になって建てられた。マルタの姉妹島であるゴゾ島では二つのワイナリーが存在する。これらは IGT と DOK、OK、のワインの範囲を生産しているためなエステートと タルマッサーワイナリーである。オルミワインフェスティバルとは、クミタットフェスティエステルニによって2005年の9月から、毎年9月の第1週に、マルタのオルミオルミで開催されているイベントである。この祭りは、オルミの成城実況区協会の前の街道で行われる。2日間のフリーイベントでは、島内各地からの振興イベントが模様される。ワイン、絵画、写真、花、 オルミで発見されたその他の歴史的、文化的遺産を並べたいつつの展覧会が、オルミワインフェスティバルの期間を通して同時に開催される。ありがとうございます。